おはようございます。PEMS、PEMS、Listen EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。北朝鮮の携帯電話、北朝鮮は電気通信革命に参入したのか？北朝鮮政権は過去数十年にわたって人々を本質的に外の世界から隔離することで社会を強固に維持してきました。しかし、大量の人々が飢えが蔓延したために死に絶えた1990年代後半から、情報アクセスの完全な制限を維持することは、政権にとってますます困難な課題となっています。飢餓の前、国は食料の流通を支配していました。人々が食料への唯一のアクセスを失うのを恐れて、保守的で動かないように国民保持したのです。ただし、公共、食料、流通システム、PDS が崩壊したため、北朝鮮は自国で生き残る方法を模索しているときに、政府はその人口が利用できる情報を独占できなくなっています。国境を越えたトレーダーや密輸業者によって支えられた市場化の増加により、相当数の北朝鮮人が中国から国内に持ち込まれた外部メディアにアクセスできるようになりました。露出は外国のテレビやラジオに限定されず、USB ドライブ、MP3 プレイヤー、外国の、ほとんどが韓国のもの、ドラマや映画を含む DVD などです。さらに、密輸された中国の携帯電話により、中国からのモバイル受信が利用可能な国境地域の人々は、中国または韓国の親戚や友人と話すことができます。韓国の多くの亡命者は、これらの違法な携帯電話をブローカーを通して配達することにより、北の家族と通信します。これらの携帯電話は、韓国の一部の組織が北朝鮮内部から直接情報を収集することも可能にしました。北朝鮮を出入りする違法な情報の流れを取り締まるために、北朝鮮当局は中国から密輸された携帯電話を没収しようとしました。2、中国の携帯電話に対する取り締まりと同時に、北朝鮮政権は2008年後半以来、北朝鮮の唯一の公式携帯電話ネットワークである公用リンクが提供する国内の携帯電話サービスに対して強力な支持を示しています。北朝鮮は2002年後半にタイ企業の63パシフィックが 2GGSM モバイルサービスを開始してから2年以内に妥協なく携帯電話の使用を禁止し、登録携帯電話を没収しました。公用リンクによる 3GWCDMA モバイルサービスは、これまで政府によって中断なく動作することができました。3さらに、携帯電話事業は現在、公用リンクで活況を呈しており、モバイルサービスは少数の特権的な個人にのみ提供されるという当初の推測に反して、携帯電話は200万人以上の加入者にとって日常的に必要になっています。42011年第3四半期末現在、このサービスは平壌と100の都市で利用可能であり、北朝鮮の領土の 14% と2400万人の 94% をカバーしています。これは、工場労働者の平均月給が約3000北朝鮮ウォンである国、または闇市場の為替レートで50セント未満である国では驚くべき進展です。北朝鮮の大多数は、携帯電話を購入することはもちろんのこと、プリペイドコール料金を支払う余裕がないため、報告された加入者率は論争につながっています。
実際のユーザーとサブスクライバーの数に違いはありますか？200万人の加入者が正確な数であるかどうかに関わらず、事例証拠は、北朝鮮の携帯電話ユーザーの劇的な増加を示唆しています。2に続く。